皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は毎日米を食べると筋肉はどうなるということで、日本人の食であるお米と筋肉の関係性を科学的に紐解いていきます。今回の放送では我々日本人の文化に強く根付いたお米の特性を栄養学から分析し、筋肉を肥大させるためのお米の摂取方法についても詳細に解説をしていきますので、毎日食べているお米で筋肥大を最大限まで引き起こしたいっていう方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。ではまずはお米のマクロ栄養素からです。お米にはどんな栄養素が含まれているのかを詳細に解説をしていきます。炭水化物の代表格であるお米ですが、イメージの通り白米の約 80% は炭水化物であり、エネルギー源となるデンプンが豊富に含まれています。タンパク質はお米の種類にもよりますが、だいたい 100g あたり6から 8g のタンパク質量を有しています。必須アミノ酸の含有量を表しているアミノ酸スコアは65と低く、卵と比較するとこちらの図を見ていただくとわかるように、必須アミノ酸の一つであるリジンが少ないことがわかります。ただし白米は非常に低脂質であり、100g あたり約 0.3g の脂質しかありません。その他にもビタミン B1、B2、B3、B6 などビタミン B 群が豊富に含まれており、特に白米ではなく精製米の玄米に豊富に含まれています。ビタミン B1 であるチアミンはエネルギー代謝機能を有していまして、糖質をエネルギーに変換させる力を持っていたり、ビタミン B2 であるリボフラビンはエネルギーの酸性そして抗酸化作用を強く有しています。ビタミン B3 であるナイアシンは消化のサポートとコレステロールの調整機能を持っていることから、悪玉コレステロールの減少に役立ちます。ビタミン B6 であるピリドキシンは、聞いたことがない方もいらっしゃるかと思いますが、タンパク質の代謝と免疫機能向上作用を有しており、筋タンパクの合成には必須のビタミンだと言えます。また筋力を発揮するために欠かせない鉄、亜鉛、マグネシウム、カリウムなどのミネラルも豊富に含まれており、自分が持っている最大限の力でトレーニングをするためにはミネラルの摂取は欠かすことはできません。そして極めつけは抗酸化物質です。特にお米にはガンマオリザノールという抗酸化物質が豊富に含まれており、これは細胞を酸化ストレスから保護する作用があります。筋肉が小さくなってしまう大きな原因に体の酸化である慢性炎症があります。お米を日々の食事に取り入れることによってこの慢性炎症を予防することができますので、筋分解を最小限にし筋肥大率を上げる効果があるというわけです。以上がお米のマクロ栄養素でした。それではここからはなぜ我々日本人にとってお米を食べることが重要なのかです。日本人にとっての食事というのはご飯と表現され、これはお米が語源となった言葉です。このような古来から続く食文化というのは、民族や遺伝子特有の影響が必ずあるということを2006年のウィスコンシン大学が明らかにしています。実際に日本人と米についての研究は行われていないんですが、このウィスコンシン大学の研究では伝統的なライフスタイルを持っているピマ族を対象にした研究であり、もともと農作物や狩猟、採取から食生活を送っていた民族が都市化によって西洋式の食事文化を取り入れると体はどう変化するのかを分析した研究になります。簡単に言えば、食文化や遺伝子を無視して食事を変えることによって体はどんな反応を示すのかを実際の民族を使って分析をしたというわけです。そして結果としては、西洋式の食文化を取り入れたところ、糖尿病の発症リスクが顕著に上がり、世界で最も高い2型糖尿病の発症率を有している民族へと変わったというデータが出ています。つまりそれぞれ遺伝子によって栄養素の吸収システムが違うことから、遺伝子に合っていない食事を摂取することでうまく体がその栄養素を吸収できなくなってしまい、体には悪影響が生まれたというわけです。日本人がお米を栽培し食べ始めたのは今から数千年前の紀元前3世紀頃、弥生時代だったと言われています。一方で西洋式の食文化、特にお肉が日本に入ってきたのはペリー来航1853年であり、明治時代である1869年に
肉食禁止の法令が解かれてからになりますので、肉文化というのはたかが180年ほどの歴史だと言います。このような食文化の歴史を見てみても、日本人の体にはお米が必要だということがわかります。またこれは日本人のアミラーゼ遺伝子の量から考えてもわかっていることで、アミラーゼというのはデンプンや糖質を分解する酵素で、主に唾液に含まれている酵素です。アミラーゼはデンプンをエネルギーに変換する働きを持っていまして、2007年のアリゾナ州立大学の研究では、アミラーゼ遺伝子の量というのは食文化によって大きく変わり、糖質をあまり摂取しない民族に関しては平均的に4から5個ほどのアミラーゼ遺伝子しかありませんが、糖質を多く摂取する民族ではアミラーゼ遺伝子の数が7から15個も存在していることが分かっています。アミラーゼ遺伝子の量が多いということは、糖質をよりエネルギーに変換する力を多く持っているということですので、お米をたくさん食べたとしても太りにくいということを表しています。つまり我々日本人はお米をエネルギーに変換する力が他の民族と比較し強くありますので、肉からのタンパク質の摂取よりもお米からタンパク質を摂取した方が太りにくく、なおかつ健康的に筋肥大する可能性があるということです。お米の摂取による筋肥大率向上を最大化するための米の食べ方についてはこの後詳細にお伝えをしますが、毎日の米の摂取で余計な脂肪の蓄積を抑えながら筋肉をでかくすることができるというわけです。自分のアミラーゼ遺伝子の量が知りたいっていう方はクラッカーテストがおすすめになります。やり方はめちゃくちゃ単純で、無塩のクラッカーを食べてみて甘みを感じるまでの時間を継続するという方法です。甘みを感じるまでの時間が30秒以内であればアミラーゼ遺伝子の量は多いと言えます。ぜひ一度クラッカーテストを試してみてください。以上がお米のマクロ栄養学、遺伝子、食文化から読み解く、毎日米を食うことで筋肉がどうなるのかでした。それでは最後、ここからはメリットがあるということはデメリットもありますので、お米のデメリットと筋肥大を最大化するためのお米の食べ方について深掘りをしていきます。論文で解決チャンネル。ではまずはお米のデメリットからです。これはマクロ栄養素でもお伝えしましたが、圧倒的な必須アミノ酸の不足が唯一のデメリットとして挙げられます。先ほどの図を見ていただくと分かるように、リジンがかなり少ないことが分かります。9種類ある必須アミノ酸はどれか一つでも欠けてしまうと筋肉の合成には作用しなくなってしまいます。すべての必須アミノ酸が相互作用しながら筋肉を作り上げていきますので、必須アミノ酸の代表格であるロイシンだけ高くてももちろんダメですし、リジンだけ低くてもダメです。すべての必須アミノ酸をまんべんなく摂取することが一番重要ですので、必須アミノ酸のバランスを考えるとお米のみの摂取は筋肉を肥大させるのには適していません。ただしこれは簡単な方法で補完することができます。それが他の食材との組み合わせです。特にリジンが豊富に含まれている食材として大豆をはじめとした豆類があります。お米と一緒に豆腐を食べたり枝豆を食べることによって足りないリジンが補完されて、必須アミノ酸が全て豊富に含まれた完全栄養食へと変化を遂げるというわけです。昔からの日本食である朝ごはんに納豆やお味噌汁に豆腐を入れた食事メニューというのは筋肉のことを考えても理にかなっていたというわけです。またお米との組み合わせ方として、夕食にご飯を食べた後にお酒のおつまみとして枝豆を食べることもおすすめです。枝豆は 100g あたり 11.7g ものタンパク質量を有していますし、枝豆にはアミノ酸の一種のメチオニンが大量に含まれていることから、アルコールの分解を促し肝機能向上に役立つことが分かっています。特にお酒を飲む方はアルコールによってタンパク質が分解されやすいですが、枝豆をおつまみとして食べるとアルコールを分解してくれますので、菌分解を予防しながらお酒を楽しむことができます。その他にも白米との組み合わせとして雑穀を組み合わせる雑穀米もおすすめです。雑穀米というのは白米に大麦やもち麦、キアヌ、ヒエ、トウモロコシを混ぜ合わせたもので、タンパク質を補完することができる以外にも食物繊維、ミネラル、ビタミンの含有率を上げることができますので、苦手じゃないという方は雑穀米の摂取がおすすめになります。
概要欄に私が常用している国産プロテイン雑穀の URL を載せておきますので、興味がある方は見てみてください。白米にプロテイン雑穀を混ぜ合わせると食感が抜群になりますので、ぜひ一度試してみてください。そして筋肥大を促すお米の食べ方として、組み合わせももちろん重要なんですが、お米自体の食べ方もとても重要になります。これは腸内環境を良好にするという側面で重要であり、腸は食べ物の消化と栄養の吸収、ビタミンの合成を担っている重要な臓器です。筋肉の元となるアミノ酸の吸収の役割も担っていますので、筋トレをして筋肉に刺激を与え、タンパク質を補給し、筋タンパク合成率を上げる上で、良好な腸機能は必ず保つ必要があります。お米の食べ方によって腸内環境を良好にするレジスタントスターチの量が大幅に変化するというデータが出ていまして、炊きたての白米と室温で10時間冷却した白米、そして4度で24時間冷却した後に再加熱した白米に含まれるレジスタントスターチの量を比較した研究によれば、炊きたての白米に含まれているレジスタントスターチの量が 100g あたり 0.64g だったのに対し、常温で冷却したお米は 100g あたり 1.3g、 4度で冷却しその後に温めたお米は 100g あたり 1.65g のレジスタントスターチが含まれていたっていうデータが出ています。つまりお米は炊きたてが一番ってイメージがありますが、実は常温で冷却をする、もしくは冷蔵庫で冷やした後に温め直した方が腸機能を良好にし、タンパク質の吸収率も上げるということです。熱々のお米が一番美味しいと思いますが、筋肉のことを思うのであれば一旦冷蔵庫で冷やす、もしくは長期保存のために冷凍庫で冷やした後に温めて食べるようにしましょう。以上が筋肥大を引き起こすお米の食べ方でした。お米は豆類と一緒に食べ、炊きたてではなく冷蔵庫、冷凍庫で冷やす、もしくは常温に冷ました後に食べるようにしてください。また雑穀米でタンパク質量、食物繊維、ミネラル、ビタミンの含有量を増やすこともおすすめです。日本人はお米をベースにして筋肉を肥大させましょう。 YouTube 登録者20万人突破記念で始めた公式 LINE では、 LINE 限定コンテンツをプレゼントしています。約10万円分の論文データを詰め込んだ筋トレ時短テクニック5選、人工甘味料のすべて、テストステロンの分泌量を上げるための筋トレ完全版の3つの PDF を無料でプレゼントしています。今後もコンテンツを続々追加予定ですので、ぜひ無料で概要欄から登録してみてください。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。